パーソル総合研究所がおよそ2万人を対象に行った調査によりますと東京オリンピックの期間中にテレワークをした正社員の割合は全国で27.5%、東京都で47.3%と1回目の緊急事態宣言が出た去年4月以降、ほとんど変わりませんでした非正規雇用で17.6%、公務員や団体職員では14%だったほか 100人未満の企業で15と低いいい状態が続いています。政府は出勤者を7割削減するよう経済界に協力を求めていますがテレワークの利用が進んでいない実態が浮き彫りになりました。